波動拳。さあ行きましょうか。相手はジェイミー。さあどういう戦い方をしてくるかったなんでしょうか。まずは波動拳、波動拳一回集中。危ね、うー怖い。そろそろ飛ばれそう。大丈夫か。発衝撃、これは投げは、あー取らねえか。よし、確定は取れましたよと。飛んで、この人飛んでこない人かな。 OKOKOK、 確定取れてる。あー立てなかった。はい、いつものいいね。これは先飛びいっちゃおうか。よいしょ、ほい、いつものインパクト決めてセットプレー、ほい、いいね。かなり綺麗に攻めが通りましたね。これは調子がいいぞ。弾打っても良さそうだな、この人には。波動拳、波動拳、こういうのは、あ、ごめんなさい、それはダメなのね。うえ、危ねえ、今全然ボタンじゃないとこ押したわ。いってえ、やばい、これあ、やばい、いつまでかバーンとしてた。なん、おー危ねえ、さすがに間に合ってない。これはまずいですね。びっくりするぐらい見てなかったですね、ドライブゲージをね。いってー、暴れちゃう、頼む、イエス、セーフ。あー、ダメね。うーん、投げは見えない。どうしよっかな。うわー遅かった。くー、これはほい、あー許して。うえまあでもゲージはまだ1本あるから巻き返しはできるはず。ただ弾そろそろ怖いんだよな、打つの。あー、ミスりましたね。うん、ミスりました。うー、危ない。ほっ、ダメ、さすがにやりすぎ。あー痛い。うん、やってしまいました。これは1か、これは痛いよと。うん、ダメか、これマジで痛い。あー、マジ、これは、あ、終わった、てない、まだある。ほっ、あはははあるの忘れてたわー。いやー、もったいないわー、大変もったいない負け方しちゃいましたよ。またうーん、なんか操作のミスが若干目立つかなー。投げは通って、ほっ、いやー遅かった、これ痛いんだよねー。おー、危ね、あー、マジ危ね、おー怖い。どうする、飛んでこないな。じゃあもう波動拳だな。うーん、止めてくるか、ラッシュを。ということはこういうことやんなきゃダメだね。ごめんなさい、適当に、適当やったね今。うーん、もったいなさすぎでは。痛い、許して許して、危ね、怖いな今の。ラッキー、よし、これはでかい、綺麗に、あんま意図してはなかったけど、シミは決まったな今。一瞬前出たおかげで多分投げかなって向こうが、うわー思ってくれたんだと思います。あー、これはダメ、うー痛い痛い、暴れるしかない。投げる、カウンターになってたな。あー、今の中速と打ったつもりだったんですけど、まあ、結果俺か、やっちた、いいインパクトだな。これは使ってくるよね。どうなんだろう、これ入れ替えられたとかすんのかな、ジェイミーの SS3 食らった後のコンボって。ちょっとさすがにコンボルートがどういうのか分かんないから。あ、ラッキーだったこれ。なるほど、ダブルアップでバーンアウト狙いだったっぽいっすね。よかった。うー、あー投げは見えない、はっはっ、うわーマジか、さすがに甘いすぎたか。グエー、今の中足通れば勝ってたんで、勢い余ってバーンとしたねえわ。危ね、ドライブラッシュまで行ったんですけど通らなかったね。ほいほいほい、さあどうしようかなこれ。やっぱ詐欺飛びかこれは。ほっ、これはでかすぎー、やったー、いいね、詐欺飛びが決まりました。うーわーりゃー、
よくしょー。なかなかジェイミー戦も難しいな、まあ、今度は投げ多めでいこうかな。さあしかしこっからなんすよね。さあどうしよっかな。危なっ。ああ間違えた。この中継が強い。いやこれマジで強い、本当に強い。うわいいインパクト。そしてこれどうしよう、中足からいっちゃおうかな。ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。痛い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 。危ねえ。ほマジか。投げるぜ。はっ、怖いなこのインパクト。おい投げる投げる投げる、なダメ。はっ、うまい。危ねえこの暴れ超怖かった。よく通ったな逆に。よかったよかった。これ以上は投げも通らなさそうな気配がするので。危ねえ。届かない、難しいな。いやー弱破傷フェイント通んねー。あー体育しっかりしてんな。よく抜けた。投げる、ほっ。いやー出なかった。弱速度まで意外とむずい。うー、あーそっちだったか。打撃重ねだったか。おぶねえ、あえて飛んじゃう。投げる投げる、おらー。うわー怖い。あ間違えた。うわーマジか、今のパリ出たと思ったんだけどな。結果俺だった。あーごめんなさい、普通に来たー。これやり方次第で終わるかなって感じか。あーでもラッキーだったのこれ逆に。ふっ、ありがとうございました。コンボミスってるけど。うわー危ねえ。やっぱりコンボ、相手のコンボ中にはインパクト差し込んでおくのがやっぱりいいなー。ということで、いや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 、いやまたなんか1試合目ちょっともったいない負け方したなっていう感じではあったんですけれども、まあ2先はなんとか勝てたと。いやーよかった、相手すげえ強かったな。はい、いやすごく嬉しい。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。皆様この試合どう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そして、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。やっぱり投げは全てを救うと言っても過言ではないな。もう柔道が一番やな。